64式対戦車誘導弾、形式名 ATM-1 は、第二次世界大戦後に、日本が初めて開発した第一世代の対戦車ミサイルである。主に陸上自衛隊で使用される。通称、マット。1950年代後半、防衛庁は創設当初以来アメリカ軍からの供与に、頼っていた各種自衛隊装備の国産化を図るため兵器の、 研究開発を開始し、これにより誕生した初の国産対戦車誘導弾である。開発は1956年から川崎重工業が行い、1964年に正式化された。64式対戦車誘導弾を搭載した60式装甲車システムは誘導弾本体、運搬用コンテナ、発射台、照準装置からなる。誘導方式は、 ミサイル後部の発光灯を目印に、一定がジョイスティックによる操作を行う手動指令小巡船一致誘導方式で、世界各国の第一世代対戦車ミサイルと同様の誘導方式である。そのため、視認できないのに目標に命中させたという逸話が残っている。第一世代対戦車ミサイル共通の欠点として、 ケーブルを引っ張りながらの推進のため速度が秒速85メートルと遅く、目標到達まで時間がかかり、しかも発射時に発生する大量の噴煙で発射場所が露呈しやすいとされる。その反面、メリットとしては、目標戦車の走行の弱い部分を狙って、カーブさせて、回り込むような誘導をすることができることである。運搬用コンテナの底を開いて、発射台を据えた状態で、 発射体制をとる。地上に設置しての使用も可能だが、73式小型トラックの後部車体や、60式走行車、73式走行車などの車両の上部に搭載して発射することが可能である。後期においては、ATM-1 の改良型である ATM-1B に切り替わった。ATM-1B の改良点は、ミサイルの全長を変えることなく、 弾頭部分を長くして破壊力を向上させた。そのために、エンジン部分の全長を短くする必要があり、推進燃料を、ミサイル本体内から、ウィング横の外部出しに移動して、対象した。正式化後、四段霊化の対戦車隊に配備された。その後、79式隊、集停対戦車誘導弾などの採用に伴い、普通化連隊の普通化中隊内対戦車小隊に、 配備され1990年代に製造を終了している。ベレンコ注意亡命事件では、ソビエト連邦軍によるミグ -25 戦闘機奪還を警戒して、第28普通化連隊の64式体戦車誘導弾が、函館空港周辺に展開したが、実戦を経験することはなかった。老朽化による陳腐化や、87式体戦車誘導弾などの、 大体装備への更新により2000年代以末に退役した。ありがとうございます。